そう、同い年の方、卒業ね、卒業の写真だって、卒業の写真ちゃんとメイクしてないやつだからちょっと顔が薄いけど、そう、いい、よかった。洋服あれだよ、あのノイミーの最終オーディションの時に着てた服、上は今日の服。夜ご飯食べたよ、オムライス食べたね。初見マークついちゃうんだよね。無職さん、すごい、尊い。オムライスはケチャップ派。梅ダダさん、ありがとう、来てくれて。いつも近くなっちゃうんだよね。ウィンク、右だけできる。そう、卒業式はね、一応在校生だけでできました。在校生じゃなかった、卒業生だけで。配給見たことないかも。あ、入学式中止になっちゃうよね。同じ。卒業おめでとう、嬉しい。待って待って。え、ストレンジャーシングス面白いから見た方がいいよ、本当に。まだね、でもシーズン3の途中までしか見てない。カンタさん、勉強頑張って。リップはあれ、赤リップのオレンジ使いました、今日は。そう、でも結構物語性があるホラードラマみたい。What's her name? She's... My name is... 夏音、川口。推しぶどう見てます。めっちゃ、ゆめりちゃん推しです。面白いよね。何歳？ 18 歳。です。ザックさん、初見マークついてないから初見じゃないでしょう。ナイストゥミーツーツー、ナイストゥミーツーツー。そう、来週プロスタ、めっちゃ久しぶりだよね。すっごい久しぶり。英語はね、あれだよ、めちゃテストの点数悪かった、英語の。でもあれ、よく洋画は見てる。そう。そうなの？ 18 歳超えたら英語話せるようになるの？ゴファって誰だろう？そう、さややんと。まあ、詳しくは来週のお楽しみで。みさきちゃん、グッズ買った。嬉しい。嬉しすぎる。さくらんぼ。東京ドーム行ってくれたらね。ナルリーさん、ハートいっぱい。今日なんか影ができてる。なんだやろ。マボーさん、卒業おめでとう、ありがとうございます。
バーチーさんがひーちゃん英語喋れる、すごい、同い年だよね。あ、誰かとのペア配信確かにしたいな。京都の握手会、嬉しい、京都楽しみだな。そう、卒業ね。ミルテン、めっちゃ前にさ、ミルテンとペア配信したよね。夏ミル配信ね。デカ、デパ、デパコス、ポール&ジョーの下地使ってます。握手会で何？うん。なんだろう、アイドルの話とか。卒業式泣かなかった、なんか泣く場面がなかったんだよね、短縮されてたから。うん、担々麺さん今から押します、嬉しい。コメントがね、そう、トマスさんとのペアメイク配信すごい、トマスさん、うん、妹が卒業したでして泣いたの、すごい、すごい優しいお姉ちゃん。なっちゃんをしたらどうなる、幸せになりますもう1年ね、1年だね。指輪と、歯医者潰れ行ったのかな。じゅんやさんこんばんは、またなんかこれさ、だんだん落ちてくる気がする。なっちゃん菜の花めっちゃ同じだね、菜の花さん、なっちゃん。あ、でもね、10時以降はね、多分4月からなんだよね、ショールーム。ヒラリーさんハートいっぱい。そう、背伸びてるんだよね。なんかね、もいこちゃんとね、あれひーちゃんが話してたのかな、もいこちゃんと比べたらね、身長の差がね大きくなってたの。悲しいね。アイシャドウね、クリオのあれ、コーラルトークってやつ、うん、成長期が、そうなんだよね。ななかちゃんが言ってた、そう、まだ伸びてる、伸びてる。夏みんもの、ね、夏みん将来夏みんに抜かされる気がする、うん、こんばんは、トムさん卒業ありがとうございます。ひーちゃんがひとちゃんって呼ばれたいの、初耳。
さくらちゃん、ちゃんで合ってるかな。ウィング。すごい、卒業おめでとうってたくさんありがとうございます。ウインクは三回。両面ウインク。逆の目はね、ちょっと苦手。5月もね、ね、全然会える機会がないのが悲しいよね。ね、HKT さんのさ、HKT さんの新曲の選抜メンバー、私の好きな人ばっかりでちょっとびっくりしちゃった。本当にね、1期生さんの推しと4期生さんの推しと5期生さんの推しとドラフト3期生さんの推しが入ってるの。本当にすごい嬉しい。センさん、センさんあれだよ、見たよ、あの HKT さんのリセット公演やってる時にコメント欄でセンさん見つけて、あーいるって思った。そう、ナッピさんセンターだよね。鏡使ってるよねー、本当に。この前ね、ナーターさんのショールームで話してくださってて嬉しかった、本当に嬉しかった。もうね、画面見ながらニヤニヤが止まらなかった。うん、よしさん高校卒業見るとありがとうございます。そう、本当に嬉しい。メンバーとのエピソード、これね、サヤヤンが昨日話してた、ショールームに話してたと思うけど、ビグパーティーにハマってて、ノイミーのメンバーで、もうなんかお仕事終わった後にビグパーティーやって、さっきぶりみたいな通信っていうのかな、めっちゃ面白い。夏ねつねつね、夏ねつね、懐かしい、懐かしくもないけど、ピグ、そう、さややも、さややが一番最初にやりだして、さややに誘われて始めたの。そしたらハマりすぎちゃった。次会う時もう学生じゃないのね、悲しいね。マイクラ気になってる。ウッディさん、見たことある、初めましてかな。私のアイドルの推し歴史、私は、AKB さんの、いつからだろう、でもめっちゃ流行った時からに好きになって、アイドル好きになった。それで HKT さん、乃木坂さん、 HKT さん、イコラブさんの順で。うん、コウタさん知ってるよ。どの曲だっけ、2011年ぐらい、結構そこまで早くはなかった気がする。乃木坂さんは最初から好き、
ぐるぐるカーテン。よしさん知ってるよ、もちろん。プッチュ買ってた、懐かしい。プッチュ買ってた。インディゴさん誰もがいっぱい、黄色かわいい。そう、野菜ジュース、野菜、トマト、人参。アイドルさんのライブ、センさん、クマがたくさん、クマがたくさんだ。あーすごい、ありがとう。ナッチョ、ナッチョね、ちっちゃい写真ブック集めてた、懐かしいね。え、最近ね気になるアイドルさんね、私最近いきなり東北さんさんにねめっちゃハマってて、知ってる方いるかな。すーちゃんハートいっぱいありがとう。あー会いたいよ。え、わかる？今夜くん、え、指原さんも知ってたの？本当に？そうなの？めっちゃハマってて最近、いきなり東北さんさん、いきなり東北さんさん、そう、スタダさんの。でもね歌えないんだよね、48グループさんと坂道さんとラストアイドルさんとイコラブさんしか歌えないから、歌いたい。そうなんだ。ノイミーさんにももちろんハマってくださいよ、ノイミーさんも。ときめき宣伝部さん、いい、調べてみよう。ノイミーさんしか見えない、それはとても良いことです。アイドル以外は、うん、あんま聞かないかも。ノイミーさん、夏音さんにハマってください、皆さん。夏音さんに、あ、ウッディさんとレッドルさん、だるま、うん、レンさん車検ありがとう。嬉しいです本当に。トミーさん嬉しい。今日何をす、そう、あのね今日何しよっかな、特技披露しよっかな。特技が最近増えててね。ペアさんだるまいっぱいだ。あのね、そう、腹話術はもう結構上達してきてるんだけど、最近デスボイスっていうめっちゃ低い声ができるようになったの。ちょっとなんかありますか、あのセリフありますか、セリフ。やったことないっけ、ショールームで。
ツインテールアタック、うん、ツインテールアタック、どう？レスボイ喉痛めちゃうの。あ、じゃあちょっとたまにしかやらないようにする。ろう人形にしてやろうか。うまくない？恥ずかしい。なんかイケボかな。そう、イケボを練習しててノイノイの時に、でもレスボイスっぽいなって思って。イケボなのかな。そうなの。萌子ちゃんもやってる？萌子ちゃんイケボの方じゃない？マスク売り切れ中。マスク売り切れ中。あ、なんか今下手くそだった。ウッディさん小判だ。なんか。夏寝だよ。待って待って、難しいね。でもウッディさんタコだ。いやタコ、うん。ひーちゃん電話してるの？私あれの携帯やってやってる、スマホでやってるから。ウインク、エクスペクトパトローナーム、リリキュラス、え、いいね、フィント。お前らをタガメにしてやろうか。おしまい。タガメ絶対嫌だよね。特技がだんだん増えてくる。今何個あるか分かんない。パントマイムもできるし。伝わらないかな。やった、ツンツンバラが、あ、10個。ひーちゃんに電話。え、あれなんだよね、これスマホの方だからできないんだよね。 iPad とか持ってなくて。インディゴさんタワーありがとう、嬉しい。インディゴさんツイッター見てるよ。一文字書きます。ありがたわ。つむじが見えないようにしなきゃ。ありがとうございます、ありがたわ。一文字も得意なの。さあ、こんなに特技が、あ、噛んじゃった。こんなに特技がいっぱいあるので押してください。
だあのねカタカナ得意かもしれない。あアッキーチェさん、クマだクマ押してます、嬉しい。嬉しいね。うん、しおりちゃんね、握手会早くやりたいな。全然しばらくないからね。この顔文字、え、ほんと？でも確かに目がね、垂れ目なのが似てる。あ、えりかちゃん今日寒いね。そう、私顔を覚えるのめっちゃ得意。名前より顔から覚えちゃう、どちらかというと。だからなんだろう、久しぶりとかおかえりとかもう本当に覚えてるから言ってるよ。うん、名前もね言ってくれたら、ツイッターとかもの、よくリップし見てるから、リップしてくださるの言ってくれたらわかるよ絶対に。ね、会いたいね。そう、名前言ってくれたら嬉しいな。忘れないよ。そう、リップは、そう、顔に名前書いていくの、え、ありありありだよ。会いたいよ。ナミヒーさんも覚えてるよ。ね、ぜひぜひ。タンタンメンちゃん、わかった、覚えた。あ、ゼロさん、ヤッホー。名札をね、つけてくれた方がすぐに覚えるのが早いと思う。私のマーク、さくらんぼかな、さくらんぼ。ね、で、忘れない、忘れてないよ本当に。しばらく会えてないけど覚えてる。はるかさんとひなりさん、ハートだ。サンリオのキャラクターはアグレッシブレツコさんが好きね。大阪お渡し会、もう本当に悲しいよね。みんな憂鬱になってるよね今。悲しいよね。大阪で銀だく食べるの、そうなんだ、2なんだ。近くなっちゃう。ひよちゃん受験生、そっか、頑張れ、頑張ってね、本当に受験頑張ってね。収まるといいね。今年卒業生の、まあ私がそうなんだけど、今年卒業生悲しいよね。受験、友達とか受験終わったのに卒業旅行とかなしになったりしてて悲しいよね。
業旅行明日から楽しんでいって。もかちゃん、あ、ありがとう、来てくれて。花粉、卒業旅行行くとしたら、いっぱいあるな、行きたいところが。どこだろうな、福岡、博多行きたいな、 HKT さんの劇場行きたい。もやしさん、嬉しい。激辛、ひーちゃんほど得意ではないけど苦手ではないと思う。マジスティックレゴなくなるの？本当に？そうなの？納豆め好きだよ。2番目に好きな食べ物。ツンツンさん、ありがとう。デューラーさん、はじめまして。え、そうなんだ。びっくり。当たったことないんだよね。海外だったらどこだろうな、台湾とかヨーロッパとかかな。笑い芸人さん、え、かまいたちさんの YouTube めっちゃ見てる。あ、あと陣内さんの YouTube もめっちゃ見てる。陣内さんのね、 YouTube ネタ本当に面白くてすごい見てる。ポニーテール、フランスね、いつかは行ってみたい。髪の毛がごちゃごちゃ、キャー。国内だったらいっぱいあるな、国内本当に。方もそうだし、沖縄も行ったことないんだよね。函館のラッキーピエロに行きたい。まあ、一回だけ行ったことあるんだけど、函館にすっごい美味しかった、ラッキーピエロ。沖縄行ってみたいな、いつか。そう、ハンバーガー、唐揚げがすごい好きだから。ハンバーグは苦手なんだけど、そう、東北とかも行ってみたいんだよね。今スマホケースがね、ピエロなの。スマホケースの中に挟んでるステッカーがピエロ。東北行きたいな。牛肉が苦手。イコラブさんの曲、え、全部好きすぎてやばいけど、好きになったきっかけはイコールラブが好きになったきっかけ。牛タンも牛肉がちょっとね。歌って、うん、どうしよう、今何時だろう。そうだよ、鶏肉しか。あ、でも43分か。あと15分ぐらいだもんね。歌うとしたら1曲かな。でも今日話そうと思っ、どうしようかな。歌ってほしい？マリップめっちゃいいよね。私もそろそろなくなるから。ウォンチュウォンチュウ。10時までです。
すごいなんかウォンチューめっちゃ人気でも、ウォンチューウォンチューね、一人で結構大変だから、ところどころになるかも。ねえねえ、じゃあカラオケじゃなくて普通に歌うかな。どこからだ。 You and me calling I'm falling for you、 大きな声でイコールラブ、 yeah、 You and me calling I'm falling for you、 秋風の中歩く君だっけ、君はどう思ってるの、プラトニックそれじゃダメ、おとぎ話じゃないから、あ君だけの私だから、大人なネイルも褒めてほしい、雑誌でしたテクニックたくさん攻撃して、そのダメージね、おの OMG、ぎこちなくカフェで話してる、慣れないこの景色、おベイビー見つめていないね、オンリーワンの魔法をかけてよ、ウォンチューウォンチュイン、すぐ君が伝えないから、なんだっけ、お気に入りのリップはもう準備してるの、ラビュー、ウォンチューウォンチュー、ダララ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 、言いたこと安心してね、マイダリン、はい、ちひろちゃん初めて、嬉しい。カラオケめっちゃ歌っちゃった。確かに、みなみたかしさんハートいっぱいありがとうございます。目がキラキラ、本当深い眠りにつける、え、よかった。カラコン入れてないよ、クリアコンタクト。声、自分の声、うん、好きになれるように頑張ろう。目はねちょっと悪い、そこまで悪くないけど、うん、すごい声、歌声褒めてくれてるの嬉しい。コロナ消せそう、本当に、やった、コロナ消そう。メガネ私すっごい似合わないんだよね、似合わなくない？でも帽子は似合うと思う。 ASMRASMR ね、毎日聞いてる。そうしなきゃ本当に眠れないの。私本当にね寝つきが遅くて1時間ぐらいかかっちゃう、眠るのに。やだやだ、うん、お姉ちゃんがお風呂で寝ていくの、嬉しい。お風呂で盛り上がる曲だよね、わかんないけど。ハトムギさんわかります？ハトムギさん、私はブルーケイティさんっていうめちゃくちゃ可愛いハーフの女の子にが虜になっています。顔面が好きっていうのもあるんですけど、カラオケで飲み歌った。でもカラオケでめっちゃ盛り上がりそうじゃない？みんなでこれやろうよ、これ耳元にタガミラキレイ
ウィンターさん面白いね。高め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 絶対眠れない。そっか、コロナ。ヨスケさんハート、高めの夢、確かに高めは美味しくないよ。もちろん美味しくない。もうね、そうなっちゃうし。え、ねえ、ナルディさん食べてたよね。本当に本当に美味しくないよね。笑いのスキニーチャンネルもタガメ食べた。そうなんだ、見てみよう。待って、タガメの母、タガメの母がいる。タガメの母ってタガメじゃない？だんだんタガメに見えてきた。いやー、やだやだ。あと10分しかない。ギャー、それでは私、川口夏音は高校を卒業しました。イエーイ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 そう、高校のね、思い出を、高校がね、そう、高2の時にノイミーのオーディションを受けたんだけど、でも最初は受かると思ってなかったから、まあみんなそう思ってたと思うけど、でも友達とかすっごい、なんだろう、理解してくれてるっていうか、いろいろクラスメイトはめちゃくちゃいい友達ばっかりで楽しかったし、すごい、あれだった。本当にいい友達ばっかりだった。そう、楽しかったからもう悲しすぎる。本当にそう、両立したから一応毎日、大体毎日行ってたから大変なこともあったけど楽しかった。そう、持つべきものは良き友。ノエミが、あのね、書類が通ったのが初めて。タガメも喜んでる。本当にタガメも祝福してくれてるはず。私が食べちゃったタガメも。でもみんな頑張ってたからね。みんな受験頑張ってたから、私だけが頑張ったわけじゃない。みんな頑張って。私タガメ、もう本当にタガメ。タガミにあふれ出してる、コメ欄がね、タガミネタが続いてる。お豆さん頑張った、ありがとう。バスケね、得意じゃないよ。やってたけどちょっと苦手だったタガミキャラ、え、やだ、タガミキャラになっちゃうじゃん。本当にひまわりくん、こんばんは。ひまわり、いいお名前。クロバスね、昔すごいハマってた。ゾンビキャラね、ゾンビのモノマネとかできないけど、今最終審査行きたい。もちろんノエミが、あのオーディション会場に行くこと自体ノエミが初めてだったから、こんな感じなんだって思って、なんか楽しんでた、嬉しかった。
そこの会場に来ただけで。体育の授業で一番好きだったの、なんだろう、なんだろうね、オーディションでさややんとちょっと話した。あ、ひーちゃんがね最初座った時に隣だったかも。でダンスちょっと話した確か。ひーちゃんのなんかさややんはもともと知ってて、ひーちゃんは知らなかったのね。でひーちゃん最初に見た時の衝撃、かわいすぎるって本当にね、本当に可愛すぎて一目惚れした。鉄棒私めっちゃ得意だよ。あれなんか昔体操クラブやってて、両足かけ回りとか昔はできてた。すーちゃんハートありがとう。すーやあんま得意じゃないかも。オーディションの話確かに何気話したことないかも。オーディション、うん、なんだろう、あとオーディション何があったかな。パチパチしてた目を、びっくりしすぎて。君の名は希望を歌いました。バク転できないできない全然。そうバクバク、うん。あ、時間やばいかな、ちょっとランキング言います。13位、鉄宮さん、また会いたいです、握手会ね、ありがとうございますって。みみみたかしさん、しーさんね、話しましょう。なるにさん、あ、じゃあタガメにする、今日はタガメ。10位、マッサさん、イエーイ。9位、ランさん、嬉しい、ランさん、ランさん、ランランランってハッピーにする、ありがとう。8位、トマスさん、ありがとうございます、トマスさん。7位、あ、ヒラリーさん、さん、これからも押し続けてほしいです。6位、すーちゃん、すーちゃんありがとう。5位、じいさん、ありがとうございます。夏目推し、嬉しい、ありがとうございます。4位、コマさん、コマさん嬉しい、コマさんはハートなの、ハートってイメージ。3位、おまめさんツン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 走る、面白い本当に。2位、せんさん、せんさんありがとうございます、せんさんありがとう。なんでこれやったかわかんない。1位、あ、インディゴさん、インディゴさんありがとうございます。インディゴさんポーズ、え、なんだろう、インディゴさんポーズってなんだろうな、ペンギンだよね。インディゴさんポーズこれにしよう、ありがとう。初タワー嬉しい、そうな、ありがとうございます。そうだね、今日はたくさんお話をしました。
全然嬉しいね。ねはるにゃん誕生日おめでとう。良い一年を。ま、スナタンさんお疲れ様。お仕事。あと1分。あ、やば。それではまたの機会にいい夢いい夢見てね。高太郎さん、あ、そうなの、ありがとう。ありがとうございます。バイバイ。じゃあね、またね。卒業おめでとう、ありがとう。